はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、この背景見て分かる通りですね、柏にございます師匠さんにお邪魔しております。師匠さんといえばですね、麻婆麺、これがねめちゃくちゃツイッターでももちろんバズったりとかしてて人気店なんですけれども、こちらのお店でですね、新メニューつけ麺が、最近販売されたということで、本日はそちらのつけ麺を食べに参りました。でなぜね今日来たかというと、そのオーナーさんからつけ麺何玉まで食べれますかと、まあそういったようなねご連絡をいただきまして、ガチで、忖度なしでここまでだったら美味しいよと皆様にねお伝えさせていただければと思っております。ただいまですね、すでにつけ麺の麺の方は茹で始めていただいておりますので、メニューが到着次第こちらのつけ麺で、検証していきたいと思います。ということで、ただいまですね、つけ麺が到着いたしました。上から見ていただくとこんな感じでございます。こちらのね新メニューであるつけ麺を、普通の方の基準、大食いがね美味しく食べれる基準で、僕がきつい基準と、このね3基準を踏まえた上でどこまでが美味しいのか食べ進めていこうと思います。それではね早速いただきます。今回ね、まず最初に2玉いただきました。そもそもですね、通常の中華そばだと 150g ぐらいの麺量で、麻婆麺だと 200g らしいんですけど、つけ麺は通常でもね250とそもそも多いので、今回この1杯で茹で前で 500g ですねめっちゃ多いんだけど、ちょっと待って、麺だけでいただきます。うん、うまい、弾力強いし、これ十分麺だけでもうまいんだけど、これをね、もうこんな感じで、うまいね、これはもう絶対うまいね。いただきます。あー、うまい。通常提供されてる中華そばよりも、まあ、醤油感はそんなに濃くなくて、ほんのりと甘みと酸味とで、このねごまの香りと、どこか懐かしい感じのうまいつけ麺だね。多分だけど、普通の方だったら一玉ペロッといっちゃうと思うんだよ、かなり食べやすい麺だから。ただ多分ね、一玉以上いくと食後にちょっと後悔するぐらいのとんでもない量は実際入ってますうん、うん、あ、このつけ汁めっちゃ好きっすね。これめちゃくちゃうまい。うん、すげえうまい、これうわ、うまっ。いや、これマジでデフォで置いてくださいよ、マジでこれ限定じゃなくて超うまいいや、めっちゃうまいな。本当にね、あの下町にあるめちゃくちゃうまいつけ麺屋さんのつけ麺って感じだね。食ったことないで懐かしいもん、なんかということで、タイムですね、こちら 500g 2玉ですね完食させていただきました。正直体感的には一般のね結構食うお客さんでも2玉が一番ちょうどいいのかな。チンタンでなんかさっぱりはしてるんだけど、甘さも強いし油も多いんで、多分美味しく食べられるところは2玉だと思う。これ以上いっちゃうとちょっと後悔するラインに入ってくるのかなと。食べれるとしてもねただね、僕はまだまだ全然飽きも来てないですし、美味しいなところなので、続いてねおかわりを注文させていただきたいと思います。いきます。こちらですね、4玉追加で2玉ってことなんで、今回4玉目でございます。続きいただきたいと思います。よいしょ。
と皆さんね、メンマシしたい方は一玉200円で追加できるみたいなので、ぜひねしてみてください。普通の方は2玉までがおすすめです。うん、ちょっとこの辺りで取っといたこの、ね、海苔をつけ汁にこう浸してさ、こう麺とくるんでさ、どうすかこれ。うん、海苔うまっ。このつけ麺を出すお店が家から徒歩5分の距離にできてほしい。みんなもわかると思うんだけど、めちゃくちゃどうしてもつけ麺が食べたい時に食べに行くつけ麺というよりかは、普段なんか腹減ったな、ちょっと麺食いに行こうかなって時にもう一番に候補に上がるタイプのお店っていうのかな、日常に食べたくなる、そんなつけ麺ですね。うん、またチャーシューがうめえ。漬け汁の甘さが移って角煮みたいな、またこれもうめえな。トッピングにいるちょっとしたわかめいいっすね、これめっちゃうまいな。うん、いやーマジでうまいなこれ。うん、でね、苦しい感じはまだしないんだけど、多分ね、どうしてもこう甘みで飽きというか、もういい感じだなっていう気分になってきますね。今回ね、あくまで大食い限界検証じゃなくて、美味しいと思える範疇がどこまでかっていう検証なので、あんまり無理せずにいきたいとは思います。うん、ということで、ただいまですね、こんな感じでございます。追加の4玉目と、漬け汁も完食させていただきました、おそらく多分次で最後になるかなとは思いますが、追加注文しておりますので、追加がね、来るまでもう少々待ちたいと思います。はい、ということでただいまですね、追加の2玉、合計6玉目ですね、そちらと新しい漬け汁もいただきました。うん、うん、確かにここまで来るともういいかなっていう、ね、うん、気にはなってくる。ちなみに皆さん、一般の方の基準もって言ってて、お前がね、その一般の人間の基準を分かんのかって突っ込みたい方もいらっしゃると思うんですけれども、そのね、感性を養うためにしっかりと先ほど視聴者に来る前に大戸屋さんでね、チャーシュー麺をいっぱい食べてますので、そこら辺はご安心ください。近しいものになってると思います。前回の中華そば、オムライスの時とかでも、もちろん全く忖度してる気もなかったんですけど、好きなお店だから忖度してんじゃないのって方もいたんですよ。こんな言い回しでこんだけ言ってれば今日本当に忖度してないってことが多分伝わってると思うんで、ぜひね、気になってる方はこのつけ麺食べてほしいですね。てか、食べて。絶対食べて。you
煮たまで茹で前500だともう 1.5 食ってんですね。この麺だと多分 1.5 倍ぐらいになってるでしょうから、言うても2キロちょっとぐらいは麺食ってますね。もう麺だけで最後ですね、6玉とおかゆの漬け汁完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで本日はですね、師匠さんの方で新しいメニューつけ麺をね、限界というか一般の、ね、方が美味しいと思える限界のラインはどこか調査してまいりましたが、大食いの人間も美味しいと思えるところは多分4玉で、6玉1個になってくるとちょっと甘さとかがこう口の中に残ってくるような感じになるので、まあ、一番ねこう美味しかったなと、今日は食べに来てよかったなと思える玉数は一般の方でですね、おそらく2玉という結論に至りました。つけ麺、いわゆるオールドタイプ、甘さもあったりとか酸味もあったりとか、まあ、しっかりとこの味の引っかかりがあるつけ麺となっておりますので、やっぱりねちょっと食べ過ぎるとこう飽きがね来る場合があるかと思います。結構スルスルいけちゃうタイプ、もう食べててもお腹がまだ余裕があるみたいな、そんなね勘違いしやすいつけ麺なので、皆さんは食べてる最中ねまだいけそうだなってお腹で止めておくことを僕は推奨させていただきたいと思います。まあでもね本当に今動画でもお話ししたように本当に心に響くつけ麺だったので、ぜひ皆さんもね、このメニュー、常時販売メニューでなくて限定とかの販売になりますんで、食べたいとお客様はですね視聴さんの公式ツイッターを確認していただいて、ぜひこのつけ麺食べに来てみてください。もちろんねその他にも視聴さんでは麻婆麺だったりとか、前回ね僕も絶賛させていただきました中華そばとか、あとは限定的にご飯物等もいろいろございますので、気になる方はねこちらの視聴さんで美味しいラーメンやご飯物食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね、最近ではサブチャンネルで活動も始めておりますので、ぜひそちらは概要欄の方に載せてあります URL から飛んでみてください。では、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。